皆さんおはようございます。今日は4月の20日火曜日です。今日ちょっと寝坊しまして、今10時、もうすぐあの金婚カーンがなると思うんですけど、今日はですねレンゲ畑見つけたいなと思って歩いてます。昨日ねすごく綺麗なレンゲ畑見つけたんですよ。あのねめっちゃ綺麗なピンクのレンゲの絨毯を見つけて、はーってちょっとね幸せな気分になりました。でもね、私今ちょっとポートレートでここ使いたくっても撮る人いないし、小ネタみたいなのを持ってるんですけども、まあなかなか人目にねつきやすい場所でもあったんで、今日はちょっと場所を変えて家の近くの田舎道の方で場所を探してます。花と地平線の境目みたいなのがすごい目立っちゃうっていうか、ちょっとなんかこう、まあいろいろちょっと考えるところがあって、はい、私はそうですね、あんまり背が低いものをロケーションには選びたくないんですけど、今日はね三脚持ってるので、はい、この隅っこに置いてですね、昨日見つけたレンゲ畑ほど規模は大きくないんですけども、小ネタを使って今日は撮りたいと思います。なのでそのあまり規模関係ないですね。OK、レンゲ畑自体あまり関係ない、はい、レンゲがそうですね20本ぐらいあればいいかなみたいな、足りると思うので、今日はここでお花をね小ネタを使って撮っていきます。ちょっとねあのちょっと失敗です。今日は大失敗です。マクロでレンゲ畑背景に何かやろうと思ったんですけど、このレンゲ畑の花の隙間から雑草がいっぱい生えていて、マクロで撮るとレンゲ畑よりもその雑草の方が目立ってしまうんですね。でその雑草が1本2本だったらいいんですけど、たくさん生えてて取れないんですよ。だから今日は諦めて帰る。一気にテンション下がった。いいの見つけましたよ。いいロケーションがありました。いいロケーションがこれですよ。で今日青空が綺麗でしょ。なんかできそうじゃないですかこれ。あのまだ小ネタ見てないから何とも言えないけど、小ネタですね。小ネタね今日持ってきてるのね、この子持ってきたの。この2人、1人じゃなんか寂しいかなと思って、一応もう一人の子も連れてきたんだけど、これでなんか撮りましょう。撮れますよ。多分相性いいはず。木とかだと。やってみましょうよ。はい。もうせっかくなんで、もう外出たからには何か撮って帰ります。はい、こんな感じでですね。ダンボーくん、小ダンボーと配置しました。頭と手が動いてくれるので、まあちょっとかしげてみたりとか手を上げてみたりいろいろやったんですけど、はい、素朴な感じが出るように置いてみました。ここにね一人置いて、もう一人をこことかねやったんですけど、撮ってみたんですけども、なんか緑とか青空とか構図がいまいち、とりあえず 100mm で撮ってるんですけども、ちょっとあんまりよろしくないかなと思って、まあもうこの2人をこう近くに置いて撮ります。レンズによってね全然違ってきますよね。映り方が、表情も変わってくるし、その様子っていうのが伝わったり伝わらなかったりするんで、
携帯がちょうどいいんですよね。この携帯のこの構図っていうのかな、なんかこう全体の入り込みとかがちょうどいい。もしかしたらこれ広角の方が良かったかなとか思ったりするんですけどね。もう今日は 100mm マクロしか持ってきてないんで仕方ないです。これでもう撮れるだけ撮っていきたいと思います。せっかくなんで iPhone でも撮っていきたいと思います。はい、これ広角で撮るとね、こういう感じで全部木が入るんですね。もう角度を調整して構図決めていけばいいと思うんですけども、もう季節に合った風景が撮れると思います。縦で撮ってみると、はい、縦の方がいいかもしれないですね。見やすい、縦の方が見やすいですね。ローアングルで撮らないと空と緑が入らない感じですね。ちょっと 100mm マクロではこういう風に撮れないんで、はい、こんな感じになります。これ今置いた場所なんですけど、さっきの場所とちょっと違うんですよ。さっきここだったんですよね。ここに置いてて、で空と緑と言いたかったんですけども、今度ちょっと場所変えていろいろやってみました。はい、なんか変な毛虫が出てきたんで、もうちょっとしたら撤収したいと思います。これ多分噛まれたら痛いやつです。毛虫が嫌いな方は、はい、ちょっとこっから見ない方がいいかもしれません。見せます。はい、広角なんでそんな怖くないと思いますよ。はい、この毛虫です。はい、広角なんで大丈夫ですよね。はい、そんな感じで、はい、というわけで今日はダンボー君、ちょっとした小ネタを使ってなんか撮ってみました。なんか撮ってみました。はい、本当はねレンゲ畑でなんかこう可愛らしいのをイメージしてたんですけど、まさかの雑草ってことで、はい、私はあんだけの雑草を取り除く力を持ってないんで、はい、諦めてたんですけど、帰りになんかこう5月っぽい新緑を取り入れた何か、まあ取れたんでよかったです。なんか取れたんでよかったです。あれですよね、その小ネタとの相性っていうのが一番大きいかなって思いました。なんかこう小ネタを引き立ててくれる背景とかね、そういうこうロケーションじゃないけど、なんかこう物とか引き立て役、脇役みたいな。はい、そういうわけでまた次の動画でお会いしましょう。